バヌアツ。バヌアツ共和国、通称バヌアツは、南太平洋のシェッパーード諸島の火山島上に位置する、共和制国家である。西にオーストラリア、北にソロモン諸島、東にフィジー、南にフランス海外領土のニューカレドニアがある。イギリス連邦加盟国。正式名称は、日本語の表記は、バヌアツ共和国。通称は、バヌアツ。 バヌアツという表記もされる。中国語の漢字表記では、河原、ツトムアずと書き、河原と略す。バヌアツは、我々の土地という意味。バヌアツの島々には、数千年前に、オーストロネシア語族の人々が渡来してきて、定住し始めたと考えられている。その最古の遺跡は、約4000年前のものだと推定されている。 1452年から1453年にかけて海底火山加えの大噴火が複数回起こり、世界の歴史に大きな影響を与えた。ヨーロッパ人で最初にこの島を訪れたのは、ポルトガル人のペドロ・フェルナンデスでキロスで、1606年4月27日にサント島に上陸している。ヨーロッパ人による植民が始まったのは、 ジェームズ・クックによる調査が行われた18世紀以降のことである。1774年、クックがこの地域をニューヘブリティーズと命名した。イギリスとフランスの間で衝突が繰り返された後、1906年に両国はニューヘブリティーズ諸島を共同統治領とすることに合意した。1960年代、バヌアツの人々は実地と独立を要求し始めたが、 英語系とフランス語系の島民が対立し、1974年にフランス語系の丹那島で丹那共和国として独立を宣言したフランス軍によるの制圧で終わった。1975年には三都島を中心とした島々で殴りやめる連邦として分離独立の宣言も起きた。1980年に入ると、 バヌアツの独立を求める声が高まったが、丹那島まで再びタフェアン共和国として独立運動が起きた。これは、イギリス軍の制圧で分離独立運動は終結した。8月21日には、エスピリット・サント島のフランス語系住民が独立に反対し、分離動が起き、ベマラナ共和国と名付け分離独立が起きた。1980年7月30日に、 イギリス連邦加盟の共和国としてバヌアツが独立。フランスは政情不安を理由に最後まで独立に反対の立場であったが、これにより事実上、イギリス・フランスの共同統治下から独立し、大統領を原始とするバヌアツ共和国として出発した。独立した同年にメラネシア社会主義を掲げるバヌアーク島のウォルター・リニが首相に収む。 1991年の社会主義国家の相次ぐ崩壊に伴って、ウォルターリニは、党内外から批判が高まり、1991年に解任された。その後、総選挙により、フランス語系の恩賢諸党連合のカルロが首相に就任、国家連合党と連立政権を成立させた。2006年7月には、環境 NGO、地球の友とシンクタンク、 新経済財団が地球上で最も幸せな国に選んだ。2010年代には中華人民共和国に接近することで多額の投資を引き出すことに成功。これにより首相官邸や大型の会議場、スポーツ施設、公安などの建設が行われ、インフラの充実が図られた。国家元首の大統領は儀礼的、象徴的役職である。任期年で、 議会の議員と各州議会議長によって構成される大統領、選挙会における投票によって次期大統領を決定する。当選には3分の2以上の得票が必要で、その条件を満たすまで何度も投票を繰り返す。2004年の大統領選挙では32人が立候補し、4月8日から12日まで4回の投票を行い、ようやく決定した。 行政府の長である首相は議会が議員選挙直後に議員の中から選出し大統領が任命する。閣僚は首相が指名し議会に責任を負う議員内閣制。議会は一員制。議席数は52ですべて民選。任期4年2016年1月22日に行われた全会総選挙では バヌアク島と恩恵政党連合、国土正義党の3党が、各6、国民統一党とヤウコグループが各4、殴りやめると、ナマンギアウテが、各3遺跡を獲得するなどした。監修と土地の問題に関しては、部族の主張によって構成される、評議会が、議会に助言を与える。6つの州に分かれる、バヌアツは 800km にわたって、 北北西から南南東に連なる83の島からなり、それらはニューヘブリディーズ諸島と呼ばれる。そのうち住民が居住する島は約70である。最大の島はエスピリット・サント島3 9 4 7トル。同島のタ田エマサナ山1 8 7 8ルがバルアツの最高地点ともなっている。最大の町は エファテ島にある首都ポートビラ、33,900人。二番目は、エスピリットサント島のルーガンビル、8,500人。人口は2002年のデータ。バヌアツの島の約半分は火山島で、険しい山の周りに平地がわずかにある。特にアンブリム島、タンナ島、ロッペビ島の火山は活火山として活動が継続している。残りは、サンゴ礁からなる島である。 バヌアツの火山は太平洋プレートがオーストラリアプレートに潜り込むサブダクション帯によるものであり、環太平洋火山帯の一部を成している。近海ではたびたびマグニチュード7丁の強い地震が起きている。最も南に位置する二つの無人島、マシュー島とハンター島はフランスの海外領土ニューカレドニアとの間で領有問題を抱えている。全域が 熱帯雨林気候であり、海洋性気候の特色を持つ。南東貿易風の影響下にあり、5月から10月にかけて気温が低下する。首都ポートビラの最高気温は、冬季において25度、夏季には29度に達する。年平均降水量は2300ミ、mm、リメートルである。2015年3月13日から14日にかけて、サイクロンパムの直撃による被害を受けた。 農業は、ヤムイも、タロイモ、コプラ、ココア、牛肉などの生産が主である。政府による国家開発政策策定の影響で、2003年以降、観光業が順調であり、航空便やクルーズ船の増加に伴い、観光客数が年々増加している。無形世界遺産の砂絵などの民族文化、風光明媚な風土を生かした、スキューバダイビング、火山見学などを目的とした。 観光客が多く、外貨獲得手段の一つとなっている。オフショア金融など、サービス業も盛んである。2018年現在、バヌアツは、後発開発途上国に指定されている。バヌアツには、国営放送の VBTC があり、インターネットにおいては、ウガンダ共和国のプロバイダーを使うことが多い。新聞は売店などでの販売が主流。フラッグキャリアとして、 バヌアツ航空があり、ポートビラバウアフィールド空港をハブ空港として、国内線、国際線を運用している。日本からの直行便はなく、フィジー経由で約17時間かかる。人種構成は、メラネシア系が98%で、他に、フランス系、ベトナム系、中国系、ヒメラネシア系太平洋諸島民族が住む。言語は、3つの公用語、 ビスラマ語、英語、フランス語のほか100以上の地方言語がある。共通語は、ピジン英語のビスラマ語、ビシュラマ語である。ビスラマ語は英語を基本に、太陽州諸語のポリネシア諸語やと、フランス語が混ぜ合わさってできたクレオール語で、共通語としての役割を担っている。国民は普段は、自分の出身地の言語を使い、ビスラマ語が普及する以前は島ごとに、 言語や文化が異なりとの島の人との疎通が困難だったため、才という絵文字文化が生まれた。これは一筆書きで描かれるという特徴がある。南太平洋の独立国の中では唯一、フランス語が公用語になっており、主に首都ポートビラのあるエファテ島と丹那島やエスピリトサント島で使われている。各家庭が教育では、英語系と、 フランス語系どちらかを選ぶことができる。政治勢力も英語系、仏語系に分かれており、英仏共同統治の名残となっている。政府機関等では、英語が主に使われている。宗教は、長老派教会36.7%、英国国教会15%、カトリック教会15%、地域固有の伝統信仰7.6%、 セブンスデイ・アドベンチスト6.2%、キリスト教会3.8%、その他15.7%。その他には、ジョン・フラム信仰が含まれる。ジョン・フラム信仰とは、太平洋戦線から、アメリカ軍が去った第二次世界大戦後、メラネシアの各地で広まった、カーゴカルト、積み荷信仰の一つで、ジョン・フラムという白人の聖者が莫大な財宝を、積み荷を持って、 自分たちの島を訪れるというものである。丹那島では毎年2月15日に彼を迎えるための盛大な祭りが行われている。2003年にバヌアツの砂絵が世界無形文化遺産に登録された。またバンジージャンプの起源となった成人の儀式ナゴールが有名である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。